雪を降らせる。ホレバーサンドイツ、リュベッケ北部の小麦畑コルンムウメは、ドイツに伝わる穀物の精霊である。大麦や小麦、ライ麦が成長し、穂が出る頃になると、風が吹くようになる。農民は、この風を、コルンムウメと呼び、麦が育つのを見守り、受粉を助けるべく、風を送っていると考え、りに畑に入るのを控えた。コルンムウメは、 コルンムッターとも、またホレバーさんとも呼ばれる。ゲルマンの民間信仰では、ホレバーさんがベッドを直すため、ハフダンを叩いた時の、こぼれた羽が雪になるのだと言われる。麦が育って売れる頃になると、大人たちは子供に、畑には、灰色の髪に赤い目のコルンムウメがいて、子供たちをさらって食べてしまうと警告する。子供たちが勝手に畑に入って、 麦を荒らすのを防ぐためである。また、畑にコルンムーメのこのコルンキントがいることもある。コルンキントも、また人間の子供をさらっていく。しかし、コルンムーメは、もともとは穀物を守る精霊である。一説には、ウォーダンの妻フレアであるとも考えられている。地域によっては、風が、麦畑を当たる様は、羊の群れに例えられたり、 風の天使と呼ばれたりもする。また、ドイツとポーランドにまたがる、ポメラニア地方の、ドイツ側のポンメルン州では、6本の足を持つ雷、麦狼がいるため、子供は畑に入ることを戒められる。穀物の精霊は動物になるとも言われ、狼は特にそう考えられた。真夏の暑い時期、農作業をしている農民が、暑さにやられて、倒れたりすると、ライ 麦狼に噛みつかれると表現される。ポーランド領、ポメラニア地方の薪原人形麦の借り入れの際には、まず穀物の精霊に捧げるために、三束もしくは頬三つ、借り取る。それを大地の上に十字型に置く。17世紀頃までは、ウォーダンにこの発穂を捧げたと言われる。また、麦狩りの作業中に、地主や管理人がやってくると、 その人の腕に、罠の束を結びつけて、首に花輪をかけ、その日のご馳走をねだる。借り入れが終わると、豊穣を願って、残してあった麦束でコルンム梅を作り、服を着せて立たせておく。最後にこれも刈り取って、収穫祭に同席させ、解体する。地域によっては、狼や猫、ヤギの形にする。また、麦、じいさんという。 ヒゲを生やした老人の形にすることもある。これは、ウォーダンを模したものである。A.B. 上田茂雄、ヨーロッパの祭りと伝承講談社学術文庫、1999年、256から262ページ、魔女街道の本インフォメーション。ありがとうございます。